大井川鉄道 C と100系貨車は、大井川鉄道以下は線で使用されている貨車の1、形式である。大井川本線に、かつて在籍していた0百型を小型化したような、外観の二軸構成無害車で自長4.8トン、固定軸距は2メートルと極めて小型な車両であった。形式名に付された C は、 中部電力所有の私有化車であることを示し、日立製作所でシート101から130、輸送機工業でシート131から150の合計50両が、1954年4月の伊川先導平ラ通に備えて、同年2月に製造された。伊川ダム建設工事に伴う資材輸送時には、各社に開閉可能な円形のハッチを取り付けた。 構成の蓋をかぶせて固定し、ハッチから資材を入れて道平まで輸送。ここに設置されていたカーダンパーで2両ずつひっくり返して、ハッチを開き資材を下ろすという、ホッパー車のような使用方法で運用された。大井川水系の電源開発が一段落し、井川大道平間が廃止された1971年以降は余剰となり、 シート127から150が1972年10月10日付で廃車された。しかし、残されていたシート101から126は1980年代後半の長島ダム建設に伴う資材輸送に再度起用された。その後、シート111から122が2001年5月15日付で、シート123から126が、 同年4月15日付で、それぞれ廃車されたため、2007年現在は、シート101から110の重量が在籍している。一部は煽り戸を外して、長物車代用として使用されている。なお、中部電力の資産圧縮により、2012年から2015年に、かけて12両が解体された。内訳は、以下の通り。1975年、NHK で放映された。 テレビドラマ、坊ちゃんのロケに際し、2両が、伊予鉄道の、マッチ箱客車を模した客車に改装されたが、ロケ終了後は活用されることなく、廃車解体されている。ありがとうございます。